おはようございます。今日は2日ぶりの動画、撮っていきたいと思います。2日間の間、結構自分の内側と向き合うというか、対話することが時間がすごく多かったので、で動画も撮ったりしてたんですけど、なんか違うなってことで全然上げられなくて、でも今いい感じに入れ替わってきたので、気持ちが新しい始まりに向けて、新たな、なんていうか感覚で今いるので、そんな感じでやっていけたらと思います。この今日の服なんですけど、上が薄いピンクで、下がアイボリーにペイズリーの柄なんですけど、今までこの組み合わせだとちょっと合わないかなと思って避けてたんですけど、今日やってみたら思った以上に可愛くて、嬉しいです。今日はタロットを2択でやっていきたいんですけど、ちょっとその前にこの2日間で私が振り返ってきたことの、話をしたいと思います。で、前回の動画でオラクル引いたと思うんですけど、でその時に私が言った言葉で、美しいとまで感じることがものかとか、人も含めて少ないっていうことを言ったんですけど、それはあくまで感覚的なことではあるんですけど、私が捉えているものは。で、じゃあその美しいって感じる時ってどういう時だろうっていうところで、じゃあ諦めてないとか、その自分の命っていうか、そこへの信頼感があるような感じがするっていうのが私の感覚で、じゃあそれって何なんだろうっていうのを改めてこの間の動画を撮った後に振り返ってみたんですけど、そしたら私なりに出てきた答えっていうのは、ないふりをしない。あるものをないふりとか気づかないふりをしてない、あとなかったことにしない、そういう感覚だなっていうのを思いました。なんで諦めてないっていうのは、見た目をきれいにすることは諦めてないとか、思いやりがあるとかで、そういう表面的なことじゃなくて、自分の中で全てを見た上で、諦めてない、前に進んでいくっていう、そういうことだなっていうのを、で改めて言葉にしたいなと思ったので、それが何かっていうと、やっぱり可能性だと思ってて、だなっていうふうに感じて、でそれでやっぱりその自分の言葉っていうのが自分に一番響いてくるから、その2日間私は自分のことを振り返ってました。でやっぱり過去を見ると、すごく諦めてきたことが本当に多かったなと思って。でそれは放棄してたっていうわけじゃないけど、やっぱり潜在意識のどこかでダメなんじゃないかとか、無理なんじゃないか、思い込みとか決めつけとか、自分を制限するようなものが潜在、頭に顕在意識としてあることもあるけど、どちらかというとやっぱり潜在意識のところに
そう、そういうものがすごくあったのかなって思って、だからその諦めないっていうのは諦め、そう、自分では諦めてないつもりでもその深いところにあったっていう感覚があって、でまあそう、やっぱそれを開いていくのって一つ一つ見ていくしかないんですけど、そうでいうのを昨日改めて感じて、でもそれをやってきたなっていうふうにも思っていて、そうでまあそれを開い一個一個開いていくっていうのはその自分にとっては簡単じゃないこともあるし苦しいこともあるんだけど、やっぱり諦めたくないっていうふうに思ったから、そう、それでもまっすぐに見ていきたいなっていうことを、昨日改めて感じました。で今、この動画を撮ってます。はい、ありがとうございます。で、なんで、今日はタロット2択でやっていきたいと思います。テーマは特に決めずに、やっていきます。このエンジェルタロットで、これ今ちょっと逆向きも混ざってるので、この逆位置も取ってとか、まあ、逆向きの場合はその逆向きで解釈するっていうことでやりたいと思います。そう、1枚ずつ。で、このもし逆で出た場合、逆位置って結構悪いイメージで捉えられることもあるんですけど、なんか意味がまたそのタロットで言うと変わってきたりするので、でも全然なんかいいとか悪いとかじゃなくて、そう、それはその時必要なメッセージっていうことだから、そういう感覚で選んで、もらえたらと思います。もちろん逆で出てきて、まあこうやっぱ、まあ、表面的っていうか逆で出てきた方がいいこともあるけど、まあそれもどっちにしても必要なメッセージですっていうこと。まああとは絵柄と、そう、直感で読んでいくので、そんな感じで選んでみてください。じゃあいきます。お願いします。2枚。これか。よし。1枚ずつ出しました。じゃあ、いきます。1、2、こっちが逆で出てきました。1、2、私も選びました。よし、 OK。 じゃあいきたいと思います。まず1、クイーン・オブ・エア。これはソードのクイーンですね。通常のタロットだとエアのクイーン。これはかなり冷静に知的にこう物事を判断していける、そう、そういうクイーンの中でも、なんて言うんだろう、そのイメージ的にはバッサリ そうしてる感じなんですけど、でもすごく愛情の大きいクイーン、そう、ものすごくそれだけ冷静に厳しく物事を判断していけるっていうことは本当に愛がないとできないこと、そう、それぐらい、愛がある女王様。いやー、なんだ、やっぱりこれ今言われてるのは強い意志を持って
進んでいく。自分の今周りにあるもので、自分の本当の願いに沿わないものっていう、ものもそうだし、人間関係とか自分の、特に自分の思考、そういったものをこうしっかりと断ち切っていける。それは冷静で、見方によっては冷酷に見えるかもしれないけど、でもその判断基準っていうのをやっぱり自分への愛情っていうことで、捉えてやっていく。だからそこには絶対的な大きい愛があるし、でやっぱりその愛を、自分への愛を持ってるっていうことは、それってやっぱり他人への愛でもあるから、まずはその自分への愛っていうところに、フォーカスして冷静に判断していく。だから今までよりも厳しめに物事を判断する必要があるかもしれない。だからこのカードを出してきてくれてる。そういう感じがします。でもそれは、もう一回言うけど、やっぱ自分への愛っていうところに基づいて判断していく。でそれは誰かを傷つけることでもないし、何かを、なんだろう、の価値をなくすことでもないし、それが自分にとっても、周りにとっても、もう最良の判断、ベストの判断、になっていく。そういうことを言われてる気がします。力強い。で、あとこのクイーン、見てるところがあるから、やっぱり、そこをまずはしっかり自分のビジョンというか、どうありたいのか、何を作っていきたいのか、まずはそこをしっかり見ること、でその上で自分への愛を持って判断していく。そんな感じがしました。クイーン・オブ・エア、私はこれを選びました。ありがとうございます。じゃあ2枚目、コーヒーを。これは逆位置で出ました。ナインのファイヤー、ワンドのナイン、通常のタロットだと正位置だとこういうか、通常のタロットだと警戒、ワンドが8本立ってて1本こうやって持って、かなり警戒している状況でもあるし、耐えてるっていう状況も表してる。だから結構、なんていうか、プレッシャーがかかってる状態。それ逆位置できたので、そこから解放されていきますよっていうメッセージ。それがまずあるっていう感じます。あるっていう感じがします。もし自分が今何かこう身動き取れないとか、警戒して動けない、耐えてるみたいな状況があったら、それは改善していきますよって、その環境は緩和されていく。そういう感じがする。だけど、そこから前に進んでいくっていうのはやっぱり自分の意思から、環境が改善されていくんだけど、それって何で起こってるかっていうと、多分自分が望んでるから、きっとそういう風になってきてるはず。自分でそれを望んでなかったら、やっぱり苦しい方に、苦しい方に、自分が苦しいって思っても、やっぱりその方が自分にメリットがあったら、多分それを保とうとすると思うけど、それが
なくなっていくよってことは、自分がそこから抜けたいっていう、そう、気持ちが、そう、あるじゃないかなって思います。で、その時になんかそこから進んでいくのは、そこまでも自分の意思がちゃんと反映されてきてるし、そこから進んでいくっていうのはまた自分の意思が大切。そう、そういう感じがします。この女の人、力強くこのワンドを持って、そう、力強い感じがします。そうで、あとこう今かわいいドラゴンがいて、でそれはここからは一人じゃないよっていう感じがすごくするので、今まではそう周りから自分を守らなきゃいけないっていう感覚だったかもしれないけど、そう、もうちょっと自分が心を、なんていうか、緩めて、そうやっていくことが逆に鍵。今まではその自分の心が縮まってたから、その物事が停滞してるとか、その警戒しなきゃいけないとか守らなきゃいけないという状態があったけど、そう緩めていく、そういう感じがします。はい、ライノファイヤー、ドンギブアップ、諦めないで。うん、そう、勇気を持って自分を信じる、はいって書いてある。そう、ここまでやってきたっていうのと、9だから、そう、ここまでやってきた、だからすごく、でも自分は何かそこでやっぱりこれまで守ってきたものとか、そう、そう抱えてきた孤独とか、そういうものがあったかもしれないけど、ここまでやってきた、でここで解放されるっていう感じがします。はい、じゃあ今日は、でどちらもすごくなんかキリリとした女性のカードが出てきてくれて、はい、すごい。ありがとうございます。で最後にハワイアンタロットが引きたいんで、1枚だけ引いて終わりたいと思います。はい、いきます、お願いします。お、これ、おお、プープ貝殻。そう、これは貝殻、貝殻って閉じてるから、そう、なんだろう、秘密とか、なんか閉じてるっていうメッセージがあると思うんですけど、なんだろう、これさっきの色合いにすごい似てる、色合いがすごい似てる。うん、なんかこれは境界線を明確にするっていう感じがしました。そう、頑なになるわけじゃないけど、自分にとって自分が本当に守りたいところを守っていく、そう、そのためにはやっぱりこうノーっていう必要がある時もあるし、自分で厳しい判断をする必要があることも、そう、あるので、うん、そう、だけどそれは決して、そう、さっきも言ったけど、周りと対立するとかそういうことじゃなくて、自分が本当に大事なものをこう貝殻の中の真珠みたいに、そう、守っていく、そう、ことが大事。でもこう、そう、頑なじゃなくて、やっぱり自分自身の心は緩めていく、そう、
感覚、体の感覚として、こう、あ、これは自分にとってはすごく信頼できるものだなって感じることをどんどん増やしていく。そう、それが逆に自分にとって不要なものを、こう、との境界線を引くことにもなると思うから、そうだ、切ろうとする前に、とか閉じよう、閉じようというか境界線を引こうとする前に、まずは自分が何にが心地よくて、何に信頼を置いていて、はい、っていうことを先にすごく感じてみるっていうことが大事かなって思いました。はい、プープー、かわいい。はい、そんな感じで今日のメッセージはこれで終わりたいと思います。はい、ちょっとまた動画で撮りたいことがあるので、はい、また次も撮っていきたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。じゃあまた、バイバイ、良い一日を。